今から黒豆狩り、狩りします。はい、まだやってます。運転もあるよ。いる人はあれ人かぶであれやろ。黒豆泥棒みたいな。スイカ泥棒みたいな。黒豆泥棒みたいなで。こなして算定するんですね。身取るんは。いい感じかないね。さあ、じゃあお腹の身を取る。失礼。これ全部黒豆の畑。なんか自動精米所いうとこで初めてやんねやろ。これ10キロ100円やな。で何キロやの？20キロ。シャッター開いた。はい。痛いな。なんか俺ビジネスさせて。多分ええぞお前。ビジネスや。もだもだ人とかちょっとこう疲れた。はい。入れましたと。これ普通の米かと、取り立ての米。お好みの広さのボタンを押してください。今何入れた？玄米入れた。で、そのなんかボタン押さなあかんや。作業順序の説明。はい。ボタン押す、ね。うん。それ上白をした。はい、まあなんか動いたみたいな。あ、こういう。工程が出てる。ムカンって何すんねん。アホやったらほんま。米の米からこれで帰るやろ今。それが顔が向けてこないなんねん。どこか溜まったらすぐここに至るだけ。あ、味噌にするのか。これ、あの、小屋市の味。あ、小屋市か。小屋市の味。これ、あの、これ。あんた、あの、漬物。漬物。これで漬けんねん。あ、来た来た。なんか、切るか。何か思った方が多いじゃないか。でも、いけてるいけてる。なんか道具ある？米をソースで配合ります。誰が今回知らんけど証拠写真これ。これはこうしたやつをな、どうにしたいから。収穫の黒豆ですね。収穫の黒豆、はい、35プラスアルファ取れました。